はい、レオンチャンネルです。スーパー戦隊シリーズ放送2000回おめでとうございます。ジュオージャーのゴーカイジャーコラボ回むっちゃ良かったですね。しかも今週は変身前の6人も全員顔出しして超絶興奮しましたし、ルカのうっさいバーカをまた聞けるとは思いませんでした。全員揃った横並びのカットとかはほぼ劇場版と言って差し支えないようなとてつもない映像でしたね。まあ欲を言えば本当はゴーカイ王とかね出てきてジュオージャーの大いなる力とかを使ってほしかったんですけど、さすがにそこまではなくて、まあそれでも40周年攻撃とかなんか2000回レーザーみたいなのを映像で出てて、あの辺も勢いすごかったですね。でですよ、その2000回放送に合わせてもともと予告があったレンジャーティーセットの2000回エディション、9月12日月曜日の午前11時から予約開始になって、僕もまだこれがどういうものかがページをめくってませんから全然知らなくって、めちゃくちゃ楽しみで、今11時30分、もう予約できますから予約しましょうの前に、僕の予想は本当はレンジャーティーセットとゴーバス以降のレンジャーキーに対応した新バージョンのモバイルやつを期待してたんですけど、さすがにその発表はなさそうですね。新型モバイルやつ来てほしかった。ではレンジャーキーセットをクリック。はい、そうすると専用ページも来てて、なぜか豪華イエローのルカがはぶられておりますが、スーパー戦隊放送2000回記念セット、ページをめくっていくと派手に行かせてもらう。おー、僕もっと、あ、青忍者と、その前に僕恐竜ジャーと特急ジャーのレンジャーキー買ってないんですよね。なんでかっていうと高かったんですよ、異常に。ゴーカイジャーの放送当時って5本、デラックス版でも5本1セットで1000円ちょっととか、ちゃんと上半身が塗装のやつ。1本200、200、300円ぐらいだったんですけど、恐竜ジャーのやつが、まあ、音声ユニットが入ってるとはいえ、これが12本セットで16,200円。で、このレンジャーキーを付属のユニットに挿すことで、千葉茂さんの音声を楽しむことができたんですけど、音声ユニットが入ってるってことを考えても、まあ、6000、7000円ぐらいが適正価格だと今でも思ってます。16,200円、やっぱ高い。で、特急ジャーはもっとすごくて、なんと3万円なんですが、40本のレンジャーキーが入ってて、標準系プラス乗り換えがずらっとラインナップされてたんですけど、まあ、これ乗り換えって言っても、ほぼ番号が違うだけですから、いや、これもね、音声ユニットが確か、そうですね、山口勝平さんの全5種類の音声が入ってる音声デバイスが付属してたんですけど、いや、これも、乗り換えいらないから安くしてよって感じで、ポチんなかったんですよ。それを踏まえて、もう一度見ると、レンジャーキーセット、テレビ本編で使った恐竜ピンクと青忍者と特急4号。ルカが変身したイエローバスターは付属してませんが、イエローバスターはゴーバスターズの放送時に一般販売されてて、もちろんそれは持ってますから、今回付属しなくても大丈夫なんですけど、これが青忍者が新規で発売されるんですね。で、さらに下に行くと、お、忍忍者だ、おー、桃忍者、木忍者、赤忍者、白忍者、スター忍者。これで、ヤックも合わせて、6人の忍忍者の新規のレンジャーキーが今回のセットに入ってると。で、さらに、下がありますけど、お!まさかの緑忍者。お父さんとおじいちゃんの赤忍者が入ってて、さらに、映画の闇赤忍者。これも入ってくるんですね。なので、今回は、忍忍者がかなりフィーチャーされておりますが、他には、あれ?スーパー戦隊放送2000回記念に登場したレンジャーキー3種、これですね。この3種と、初商品化となる忍忍者のレンジャーキーが入った12種セットが、プレミアムバンダイ限定で早くも登場。おー!そっか、ジュオージャーのレンジャーキーとかが僕来たらいいなと思ったんですけど、ないと。なんだ、なんか2000回限定で、これは来るかなと思ったんですけど、まさかの忍忍者のコンプリート。というか、レンジャーキー2000回セットというよりは、忍忍者セットに近いですよね。そうなんだ。なんか期待してたのと、ちょっと違うかも。ポイントを見てみましょう。番組に登場したレンジャーキー3種がラインナップ。
完全新規造形。あ、でもかっこいいですね。青忍者を含む忍忍者全10種は完全新規造形で、胸部分は彩色仕様で再現。ここ大事。そして、獣王者の画像がありますが、獣王者関連のレンジャーキーはありませんね。価格は高い！高いよ！え？音声ユニットは？今回音声ユニットなし？音声ユニットなしで、12本セットで 16,200円。嘘！レンジャーキーでしょ？ 12 本って言ったら、まあ、せいぜい5,000円ぐらい？高くても、めちゃくちゃ高くても5,000円ぐらい。それが12本で 16,200円。おお、マジですか？見間違いじゃないですよね。他に何か別のものがついてるわけじゃなくて、全12種。レンジャーキー、いつもこの、なんか商品と価格が、僕の中でマッチしてなくて、それでいつもポチんないんですけど、今回は記念商品ってことで、もうポチる気満々だったんですが、若干僕の予想というか僕の希望と、ちょっと商品が違うのと、1本いくら ?16,200円割ることの12。1本1,350円。どうしよう。なんか、レンジャーキーとかってなんか後々、やっぱりポチっとけばよかったって意外と僕なってないんですよね。そもそもモバイルやつと連動しませんから、あの音声がね、東急じゃーとか恐竜じゃーってなるんだったら、正直いくらでも出しますけど、ちょっと考えていいですか？珍しい。ポチりましたとはちょっと今言えないな。なので、レオンチャンネルレンジャーキーセット2000回エディションをポチるのをちょっと考えました。初。いや、高いっすよ、やっぱり。あ、ちなみに少し前に予約開始になったデストロイヤーの SH モンスターアーツのスペシャルカラーバージョン、これは速攻で買いました。なんか全身の彩色が映画本編にさらに近づけたらしくって、サンプル画像を見た感じでもすごくかっこよさそうですよね。これが 15,120円は全然納得ですね。あと、ミニプラのなんかプレバン限定商品が、そういえば予約開始になってて、プレバン限定ミニプラ動物型シリーズワイルド搭載キングセット、何が違うかっていうと、若干パーツが増えて3番のパーツが入ったのと、シャークの横の肉抜き部分に肉抜きを埋めるパーツが付属してます。獣王キングの顔部分が金メッキの別パーツになってて、あとは成型色が基本的に全てパール仕様の成型色になってて、見た目がすごく良くなってるそうなんですけど、価格は7,560円で発送が12月。まあ、ミニプラはあの一般販売版で僕は十分満足しておりますので、肉抜きも正直そんなに気になってなくて、見た目的には圧倒的にこっちの方がいいんでしょうけど、まあデラックス版もね持ってますしね、ミニプラもあのどれも2セットずつ持ってますから、まあ今回はいいかなと。最近スーパーミニプラっていうプレミアム食玩シリーズみたいなのがありますけど、あのシリーズで今後過去戦隊のロボ系が商品化されるみたいですから、クオリティがすごいのが出てきそうですけど、ザブングルの場合はラインナップコンプで約4,000円で、イデオンに関しては約5,000円でしたから、ちょっと前のスーパーロボット超合金とかあの辺と価格変わんないですよね。そこがネックで、さすがに食玩に4000、5000はね、ポンポン出せませんから、スーパーミニプラシリーズもちょっとラインナップを見てから購入をどうするかって感じですね。そして食玩公式のミニプラブログを見ると、今週の13日にミニプラ動物型シリーズ SP01 ワイルド獣王キング、ミニプラのクリアバージョンが発売して、これには獣王キング関連と獣王ワイルド関連が入ってて、合体すると全身が綺麗なクリアボディになりますが、今後の発売予定も書いてあって、それを見ると、来月はミニプラ動物型シリーズ05ドデカイ王が発売して、11月にはミニプラ動物型シリーズ SP、要はクリアバージョンの搭載獣王と獣王キューブウェポン、これが発売します。で、さらにマイクロ型シリーズが出つつ、12月には動物型シリーズ06。え、これなんだろう？さらに同じ12月にドデカイ王のクリアバージョンも出ます。
一部でドデカイオはマイクロ合体で出して終わりじゃ等の不安の声が出ていたのですが、そんなことは絶対しません。ちゃんと全てができるドデカイオをミニプラで発売します。来月のブログで紹介しますので、ぜひお楽しみに。そして突如登場の謎のミニプラ06、一部では発売が危ぶまれてた獣王キューブウェポン EX4種、あーなるほど、先月発売したカモノハシとかフクロウ関連のミニプラ版が発売するんですね。これは意外。いや、今年のミニプラは本当に気合入ってて、ここまですごいやつが発売しちゃうと来年のミニプラとか超期待しちゃいますよね。とりあえずクリアバージョンは全種類買って組み上げたいと思います。ではとりあえずレンジャーキーセットの商品ページは概要欄とコメントにリンクを貼っておきますので、そちらから細かい情報はご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチってませんね、レンジャーキー紹介動画でした。